私はさっきまでサークルでやってたバンドのライブを見てたんです。見てました？そう、見てなかったんだ、残念。なんて言ったらいいのかな、本当にすごいライブでした。ちょっとごめんなさい、一回深呼吸させて。ううん、別に具合が悪いわけじゃなくて、ライブの興奮がちょっと抜けなくて、それぐらい今日のライブはすごかったから。最近見たバンドの中では一番って感じ。このバンドのライブ今まで見たことあります？だったら絶対に見るべき。見ないと損するよ。このバンド最近かなりライブをこなしてるから、きっとすぐにチャンスは訪れると思う。私も次のライブの時は絶対にかすみを連れてこなきゃ。はい、今日は私一人です。本当は今日のライブかすみと来る予定だったんだけど、どうしても外せない予定が入っちゃったみたいで。あのギターソロは一見の価値あり、超絶テクって感じでした。だけど私が一番衝撃を受けたのはやっぱりドラムかな。音の響きが体を揺らすっていうか、音の形が見えるっていうか。ん？なんかつい最近他の場所でもそんな体験したような。なんだっけ、あ、そうだ、花火大会だ。そう、それこの間の花火大会、あれにポピパのみんなで一緒に行ったんです。すごい人だったから途中ではぐれちゃったりしたんだけど、なんとか合流できてみんなで一緒に花火を見ました。花火本当に綺麗だった。リミも最後は花火を楽しんでたし、本当に行ってよかった。はい、リミはなんかあの花火の音が苦手なんだって。ライブは平気なのにちょっと不思議でしょ。手をつないで見てたんだけど、音が鳴るたびにビクッとしてて、まあ最後は大丈夫になったけど。え、それが分かった理由はやっぱり手かな。手をつないでると自然と相手の気持ちが分かるでしょ。以心伝心って言うんだっけ。だから最後の方はリミが安心して花火を見てるのが分かったの。そうしたら今度はライブ中にも手をつないでみようって話になって、もちろん演奏中じゃないから演奏は大丈夫。やっぱり気持ちが伝わればもっといい演奏ができそうだし、私たちも今日のバンドみたいにお客さんに興奮してもらいたいから。あ、そうだ、手つないでみる？そしたら今日のライブの興奮伝わるかも。アリサみたいなリアクションしますね。え、私は全然いいけど。うん、それじゃあつなぎますよ。どう？ライブの興奮伝わりました？なんとなくでも十分。やっぱり実際にライブを見てほしいから。本当の興奮はその時まで取っておいた方がいいし。あ、かすみにも。これからかすみにもこの気持ちをお裾分けしに行ってみよう。え、もちろんかすみの手を握りに行くつもりだけど。それじゃあまたね。